ごきげんよう。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をしましょう。私は三五宮ここみ、抵抗軍の指揮官である。何？厚島の荒人神の巫女です。この肩書きは初めてお聞きになるかもしれませんが、簡単に言えば渡墨島は現在私が管理しています。それとあそこは抵抗軍の本拠地でもあります。実はすでに北斗さんと和葉さんからあなたのことはお聞き。この後何かお考えは？でしたら三五宮へ行ってみてはどうでしょう。幕府軍が一時的に撤退したとはいえ、戦争はまだまだ終わりを迎えることはありません。メガリレーは廃止されておらず、天領奉行と雷電将軍も止まる気配はない。問題は何も解決していません。三五宮へ行き、今後の対策を練ることをお勧めします。いかがでしょうか。